どうもタブヤンです。ミニファミコンでリンクの冒険、いやここまで来れるとは思わなかったね。前回ね最後に言ってましたように残機5機いますから、こっからはね、ノーカットでセーブ機能を使わずね行きたいと思います。さあ行こう。もうだからねこの1機は死ぬよね。さあ、おお、なんじゃこいつ、やばいやばい、いや画面バグってるでしょ。あ、何これ、なかなか倒せない系。スライムの親分出てきた。わあ、スライムの呪いか。まさかの最初の一機スライムにやられるという。マジかー。おお、やった、上付きで。あ、いたたたた、ちょ、あー、もう無視しよう、やられた、くそ。あ、これ怖いな、これ落ちたら一気死ぬからな。なんかね、ゲームセンター CX のテレビ見てた時どっかで落ちたんだよね。ジャンプ使おうか、ジャンプ、なんか隠し、どっかで落ちると、あ、ここかな、ここかもしれんね。あー、戻れないか、ちょっとここに落ちてみよう、一か八か。どうだ、よし来たぞ、これで合ってるんじゃない。セーブはしない。普段ならな、ここでねセーブしてるけど。おっと、残機4機いるからね。あー、これなんか見たぞテレビで、ボスだ、来たー。これね、サンダーでしょ。そして何すればいいんだったっけ。シールド。あ、ちょ、ジャンプ、これ避けてのあれでしょ。オッケー、開いた、火の玉を避ける、開いた。あ、もう死んだ、一瞬だったね。おい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 。もういきなりボスかな。じゃあシールドして、でジャンプすると、でサンダーだね最後。なんかライフ最大じゃないんだよね、命の器どっか取ってないんじゃないこれ。そんなことを言ってる場合じゃない、サンダー、よし来た。あ、もうでもライフするマジックはないのか。よっと、火の玉避ける、よし避けた、そして降りてくるとこ、よし、あー、ダメ、あ、低すぎる、くそ。あ、ジャンプ高すぎる。あ、ダメ、おい、来い来い来い、ファイヤー避ける、あ、タイミングが、オッケー、よし、あー、ちょうどいい高さにならないな、くそ。ここだ、あー、ダメか、避けて、左右に、よし、あー、くそ、あ、なんか落ちちゃった、オッケー、オッケー、あと3発、あー、敵の体力見てた。あ、全然当たらない。そう。ジャンプ使わない方がいいんじゃないのかな。あー、当たらない。よし。よっしゃー、どうだー。2回目で倒したぞ。なぜ鍵が落ちてくる。鍵いらないんじゃない。さあ、行きましょうか。これここで死んだらあれか、また最初からかな、もう一人いるんだよねこれ。
セーブしたいなここで。あ、これちょっとシールドですね。シールド。いや、ライフ使いたいけど無理。さあ、あいつが出てきますね。きたー、リンク対リンク。あー、いやー、くそ。ほらほらほら、連打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 、端に追い詰めて連打連打。よしよしよし、あー、逆にまくられた。くそー、やられた。どっから、ここはどこ。あー、またこっからか。くそー、マジかー。ちょっとノーカットでお届けしております。シールドジャンプなしで一回やってみようかね。え、そしたらあのマジックも節約できるし、でもサンダーはつかないといけないでしょ。あ、やった、こっからか。やった、嬉しい。じゃあライフも使えるもんね。よし、これはチャンス。あ、くそ、連打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 、くそくそ、連打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 、よし連打連打、よしよしよし、あー、くそ、連打連打、あー、やばいか、まだか、まだ大丈夫だね。まだ大丈夫だね。連打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 、よし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 、あと2発、あと1発、よーし、やったぞ。自分自身に打ち勝った。なんかちっこいおじいさんからトライフォースもらいました。長かった。いや、皆さんやりました。約2週間ぐらいかかったかな、ミニファミコン。いろいろありましたよ。レベル上げも大変だったな。ゼルダ姫、流星武道、ハイラル&ユアリアルヒーロー。いや、リアルではコンビニで働いてるんだけどね。リアルアド、リアルアルバイターで。おっと、カーテンの向こうで何をしてるのかな。リンクくん、おー、エンドロール流れました。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。コメントもいっぱいいただいてありがとうございました。いやー、もうリンクの冒険、一言で言うと疲れたね。もうね、ミニファミコン次のゲームがやりたくて待ちに待ったって感じですね。いやー、楽しかったけどな。サンクスアーミリオン、プッシュスタートトゥーリプレイ。え、スタート押してみましょうか。なんか裏ゼルダみたいなあるのかな、リンクの冒険でも。あ、タイトル画面。なるほど。ということで、ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ2リンクの冒険クリアできました。いやー、初見プレイでもね、なんとかなるもんですね。さあ、セーブしとこうかな。さあ、ミニファミコン全30本プレイ、ついにここまで来ましたよ。10何本目だったっけ、17本目かな。うん、
次回、毎日お届け。明日はこちら突っ張り大相撲をやってみたいと思います。それではまた、まだまだ続きますよ。ミニファミコン、お楽しみに。さよなら。